安田さんご自身がいろいろ経験されてることも伺いたいんですけれども、はい、この「ルーツを巡るたび私もエッセースを読ませていただきましたけれども、うん、でこの間いろいろあの発信もされてますけれども最初私もこのお父様が亡くなられて、はい、その後でですねこの韓国籍っていうのを見つけられてでいろいろ書かれてましたけどお父さんにねなぜ日本語がね、うん じゃないんだみたいなことを心なこ,こと言ったことがあったっていうの話も聞かれていたりましてあ、ねあのー、私のちょ,ちょっと本当に私的な話で申し訳ないんですけれど母がですね本当に子育てにいろんなこだわりがある人で,でそのうちの一つが1か月に必ず絵本を 300冊、300冊、3 0冊、3 0冊、読み聞かせるぞっていうこうことをこだわっていて、でまあそんなようなこう、300冊って,て <laughs> 一日10冊、<laughs> <laughs> だからまあ親、母大変だったと思うんですけどす、ね、読まれる娘もそれなりに大変で<ー>もう7冊8冊めつめぐらいのレベルみたいなでまあ父は飲食店営んでたので。 いつも帰り遅かったんですけれどある時に早く帰ってきたので「お父さん読んで」っていうふうに差し出して、うん、まあ疲れてたと思いますけど嫌な顔一つせずこう膝の上に乗せてくれて本を開くんですけど読めないとは言わないんですけれどうん、うん、やっぱりすらすら読めなかった。っうん、で300冊も読み聞かせてる母はやっぱり ものすすごくこう滑らかかなんですよね、うん、よみかせが子どの心に比べるしいらいらするし、うんうん、でもうしびれを切らしてこう膝から立ち上がって本突き返してでその父に対して <laughs> 何歳の時ですかでも小学校上がる前だって確かにね覚えてます強烈な印象だったので,、うん、で父親に対して「お父さん変だよ」って「うどうしてお母さんみたいなお父さんは絵本が読めないの?いの」 お父さん日本人じゃないみたいだよ」って言った時の父親の顔っ私は一生忘れないでもう、まあ、笑ってるんですよ笑ってるんですけれど、ね、大人の表情の違いって子供は微妙に敏感、ね、に感じるじゃないですか、ね、で目の奥が違うなんか取り返しのつかないことしたかも。でも、その言葉がどうして どれぐらい残酷なな言葉なのか父親に対してっていうのがその時は分からない時でで父が中2の時に亡くなりまあパスポートを作らなきゃいけない時があったので戸籍を見た時に父親の欄に「韓国籍」ってあったのを見て初めて在日コリアン2世であったってことは分かって恐る恐る母に尋ねたらまあ2世代目で。 1948年生まれとかなんですよねこう父がうん、うん、なので戦後の混乱期で複雑な家庭に生まれて教育なんてほとんど受けられなかったっていう時に初めてこの戸籍の文字と私が日本人じゃないみたいって言い放った時の父親の表情が一本の線でこう繋がってじゃあなんで父親はこう語らなかったのかなっていうところで今ちょっとルーツを巡る旅をしてるんですけど。 まあでもやっぱりすごくこう今の在留今の外国人政策とすごく一本の線でつながるんですよね、うん、結局その今の在留制度になる前に外国人登録制度っていうものがこう敷かれていて、うん、それもともと何で始まったのって言ったらやっぱり戦後にこう戦中にはこういわゆる広告新民として。 形としてて扱われていた在日コリアンの人たちが今度一方的に日本国籍を剥奪されてあなたたち外国人だってでその外国人を主に在日コリアンを対象とした外国人を管理監視して治安維持をしろっていうそのためにあなたたちは定期的に住所え名前職業それから顔写真指紋を登録しなさいっていう,こう制度にこうなって ていくわけで、あ、その。今のこう、日本の外国人に対する眼差しの源流っていうのは。私の父や、私の祖父母が。うん、あの、くぐり抜けてきたものなんだなっていうことが、この。旅を少しずつ辿っていくと。分かっていく。っていうところはありますね。だから。この、すごく私的な旅なんですけれど。なんか、今、自分がこう取り組んでいる取材と、やっぱり地続きの。 問題だなっていうことはすごく感じるんですよね。やっていてお,お兄様に対するお父様の思いみたいなのも書かれてたんですよね。あのなぜお,お,お兄さんに対しても戸籍をどうするか含めて実はお,お父様そういうか考えてたって。あ<ー>、まあ、そうですね。とち,ちょっと複雑なんですけれど、うん、あのそうなんです。あの兄は。 えー、お保さん何かすごい自分の知的な話になってて申し訳ないんですけれど13歳年が離れていて、うん、兄の母親が、えー、兄が幼い時に膵臓がんで亡くなってるので<ー>私は母親の違う13歳年が離れた兄弟だったんですけれど,、うん、どやっぱり戸籍を見た時に私たちが一緒に暮らしている時に父が兄のことを認知何てだろうって家族扱いしてなかったのか、うん っってていう,ふうに思ってたんですけれどよくよく調べると当時の国籍法ではあのー、婚姻して外国人と日本人が婚姻してでその間に生まれた子供っていうのは必ず父親の国籍になるんですよ、ね、<ー>だから正式に婚姻をしてでその間に兄が生まれたら韓国籍の子になるんです。でどうやら それを避けたたかかったんではなんか同じようなことをしている在日コリアの人たちが実はね他にもたくさんいらっしゃるっていうことが分かってそうだから結構戸籍から読み取れることはそれなりにありましたね思いがなんかじわじわとそれがやっぱり亡くなった後にこに分かってくるっていう,こうしんどさとでもねやっぱり今でもきちんとルーツをねたぐってやっぱりこう安田さんがやってることって本当に痛みを抱えながらやってるんで、うん。うん いつも飲んでると私がいつも <laughs> やっ泣,い泣いちゃうんですよ。泣いちゃうんですよ <laughs>。飲んでないのに。飲んでないの。いやあのでお,お,おじいさまを今実はあれですよね。あの向こう韓国とかまで行っていろいろ探ってって見えてきたおじいさまがこうだったとかいろいろ見えてきたところがあるんですよね。あのお,おじいちゃん。 奇跡含めておじいちゃん、はい、プロボクサーだったらしい、ね、そうなんですよ。<laughs> <laughs> いろ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 分かち合ってるから、お父様もやっぱりちょっとガチッチっとしたね。いや父は結構ねキャシャな感じでした、ね、華だけどちょっと筋肉質な感じ,じゃないですか、ね。ああそれはありますボ。ボクサーっぽい感じだなとか。<laughs> それはありますね。韓国でプロボクサーやってた。ボクサーやってた。えっと日本で戦後本当に1947年8年頃にやってたらしいですね。あ<ー>まあでも本当にあのじゃあ父はどうして。 話せななかかったのといいいうころろるわけですよね父の聖火跡地って京都の、えっと、伏見区にあるんですけどうん、うん、そこにもともと本当に父の聖火跡近くに、うん、京都朝鮮第一初級学校っていう朝鮮学校があって多分ご存知だと思うんですけど2009年の12月から3回にわたって在都機械っていう集団が学校を襲撃して。 でこれもちょっと被害のことを伝えるためにあえて文言をちょっと言いますけれど「もう何が子供じゃスパイの子供だろう」「う日本に住ませてやっとんのや」「キムチ臭いぞ」って「帰れ」っていうほ、まあ、他にもいろんな言葉がありましたけどもう子供は多分命の危険を感じるような体験だったと思うし後からその当時小学校4年生にあたる年齢だった子がお父さんに対して「アッパッパッ」っ,っていうのはお父さんですけど「朝鮮人って。 悪いことなのっていうふうにこう尋ねてきたり本当にこうあの深い傷跡を残した事件だったんですがでもやっぱり当時の映像ってインターネット上に残ってるし本当にそれが差別のがエンターテインメントのように消費されるようにこう再生され続けてるだからそういうものをこう見るとうーんもう、ね、死者に尋ねることはできないんですけれどこういうものを見せたくなくて。 そういうものを満ただたりにさせたくなくてこう自分のルーツを自分の娘にも語らなかった語らなかったっていうよもこう語れなかったんじゃないかなというふうに実態を知ればするほど思ってるでもまあ全日コリアンに対するこうヘイトの小刃だけではなくて今本当にねウィシュマさんのご遺族に対してだってこう自己責任じゃないかっていう,こう言葉が向けられていって。 たりですとか、全部がやっぱりこう実績になってしまっているだから、やっぱりこういうふうにこう洪水のようにこう溢れてくるこうヘイトの波をどこかで止めなきゃいけないじゃあ、こう今の世代でこうできる限りの歯止めをかけてなかなきゃいけないよねっていうのがやっぱりこの度から改めて見えてきたところですね。うん、私もまあアメリカであの駐在で都会んで朝日新聞にいたんですけども。 暮らしたこともも長いんですけどもねアメリカでいるとやっぱりアメリカ人からするとアジア例えばと日本の人が北京だと思ってるアメリカ人も結構いるしもう別にアジアジとしか見てないんですよねそれなのにアジアの中でいがみ合ってることとかじゃあ差別日本と韓国の関係とか日本の中国の関係でいがみ合ってることのなんかバカバカしさというかね 助け合わなきゃいけないような明らかにそういう関係なのにでまあじゃあトあンプ政権の後でかなりアジア系の差別っていうのが出てきて彼らが見たり一緒なわけですよねで一番差別されるのがそういうまあアジア人だったりするのになぜか日本人は別だと思っている人たちがいて全くそんなことはなくあま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 あのあ ね、差別を明らかに出していいんだって昔アメリカでは差別はいけないことって建前がかなり強かったのでそれがあったんですけどそれがもうトランプ政権以降は差別を明らかにしてもいいんだみたいな雰囲気がかなり出てきたことは確かなんですよ。それは東海岸にいた人に行くと東はもっとそれが強くてだからニューヨークなんかでかなり襲撃をみんな受けたりしてたわけですよね。そからするるととうういう視点で見ると非常に 小さいところでいがみ合っていてほとんど意味がわからないというかねそういう自分たちが世界で置かれた状況をもっと私は理解すべきだと思うし、まあ、そこは非常に残念でもあるしでも安田さんがこうやってご自身のルーツについて明らかにされてやっぱりそれは覚悟だと思うんですよね。それれれは、ね、先ほどどお父ささんの表情の話をてててまししたけれどもこうやってご自身として 明らかにしてやっていこうと思われたのはそれはどこかでないかきっっかけがあった、うん、そうですねあのこう覚悟した瞬間っていうのはこうあんまり自分の中で覚えてないんですけれど逆にの私2013年ぐらいから TBS の「のサンデーモーニング」っていう番組に出させてもらってて、うんうん、その初回の特集が。 日韓関係だったんですよね<ー>でナチュラルにあの「自分の父のルーツも韓国にあるんですけど」って言ったらすごかったんですよ初回で言ったんですよ。なんか特にルーツなんて別にこう恥じることでも隠す、うん、あの、うん、まあ別に誰しもがつまびらかにする必要ももちろんないですしでも、まあ、別に隠す必要もないっていう認識のもと、うん、でもやっぱりそれを言ったらもう全部自分のコメントが 出自に回収されていくああいつは朝鮮人だからああいう反日的なコメントするんでしょって内容を見てもらえない外国人だから外国ルーツだから朝鮮人だからっていうところにこう回収されていく暴力みたいなものをこう感じてあこの社会にはまだまだこんなにもこう根深いこうものが残ってるんだっていうことをちょっと肌感覚で感じるようになってきたので逆にこう発信する必要性みたいなものを感じ